津軽藩、ネプタ村は、青森県弘前市にある、弘前ネプタをテーマとした体験型の観光施設。8日目に弘前ネプタのお囃子の実演が行われる、弘前ネプタの常設展示館、弘前ネプタの館の、他津軽三味線の名前演奏を聴くことができる、山元道や津軽地方の民工芸品、制作風景の見学や、制作体験ができる体験型の施設である。 施設内には国の登録記念物となっている日本庭園、八日目園や東北地方でも数少ない雪国の茶室、八日目庵、広崎市の面向きのある建物に指定されている倉工房匠がある。青森県内のねぶた、ねぶた施設では唯一、ミシュラン社のミシュラングリーンガイドジャポンで掲載されている施設である。施設内は展示施設及び体験施設と、 物販施設に大別されており、このうち展示施設のみ有料となっている。広崎ネプタ林の実演広崎ネプタの館1977年に、青森県で開催された第32回、国民体育大会開会式に参加した、高さ10メートルの大型ネプタの実物を、はじめ、数台のネプタを常時展示している。ネプタの内部に入れるため、 骨組みなどの構造を実際に見ることができる。このほか笛と太鼓による、広崎ネプタの林を随時実演するほか、ネプタ王将の愛称で親しまれた、長谷川徹恩や安倍義雄によるネプタ絵作品のほか、津軽西系作家協会の全会員によるネプタ絵や、タコ絵を展示している。広崎ネプタの資料展示、金魚ネプタや、エトネプタの制作実演及び金魚ネプタの、 原型モデルで幻の金魚といわれる津軽金の展示、岩木山観光協会の紹介コーナーがある。江戸時代から残る藩の米像を利用した民工芸制作工房である。工房内は津軽塗り、小銀座し、小消し、駒、津軽錦絵、津軽焼きなどの民工芸品の制作風景を見学できる。なお、米倉は明治時代初期に小学校として使用された後、 津軽味噌の蔵として使用されていたものである。広崎市の面きのある建物に津軽藩、ネプタ村として指定されている。津軽三味線全国協会の協力のもと、津軽三味線の資料の展示や生演奏が行われている。岩木山と広崎公園の大井松を借景とした津軽独自の策定方式を用いた大石武志学流庭園で登録記念物名招致関係となっている。 庭園内の池にはコイフナ、うぐい、カジカ、ザリガニや希少なメダカやカワニナなど生息している。また、吹きのウ、福樹草、水場所、さつき、ツツジなどが季節により咲く。園内には明治時代初期に建てられた茶室、洋花目案がある。古くから伝わる津軽独特の作りをはじめ、様々な変わり駒の実演コーナー。 コマのルーレットで運よく当たれば素敵なプレゼントいう。また、コーナー横では、懐かしい生地玩具で遊ぶことができる。青森県内の土産品や、農水産物加工品、清水森ナンバなどを販売。アンテナショップ東京店は、東京都中央区新富市の3の9飲食店。青森県内の食材を使用した料理が中心で、津軽料理遺産伝承店に認定された。 津軽地方を代表する料理会焼き味噌や毛の汁などの津軽料理三3人定料理のほか、青森県民の定番焼肉のタレと言われている、上北農産加工農業、共同組合スタミナ源タレを使用したメニューなども提供している。ご飯は毎日精米したての青森県産米津軽ロマンを店内の石別いで炊いて提供している。 リンゴ生産量日本一の弘前市で生産されたリンゴの販売所。ほぼ通年でリンゴを販売している直売所はリンゴの産地である青森県内でも数少ない。弘前市石川地区の JA 津軽未来石川支店が運営、農産物販売所。地元津軽の農家と JA 津軽弘前が野菜、果物、カキ、農産物加工品などを販売している。手焼きせんべいの販売所。 店内では職人が昔ながらの焼き上げ技法で実演販売を行っている第22回第23回全国菓子大博覧会金賞を受賞日曜朝市編集毎年6月下旬から10月中旬の毎週日曜日6時30分から7時30分に施設内の小店通りで開催例年20から30団体が参加しており ピーク時期には野菜、果物、鮮魚、カキなどの生鮮品や加工品からパンまで様々なジャンルの店舗が出店する。また、開催日には、広崎市内主要ホテルを巡回する無料バス、または無料クシーが運行される。年中無休以下に、突起なし、または列挙していない、施設の営業時間は9時から17時まで。なお、各施設とも、 広崎桜祭り開催期間中は営業時間を延長することがあるほか、定休日に臨時営業を行うことがある公共交通自動車、ありがとうございます。